乾燥乳化っていう方法で界面活性剤を使わないでいろんな油を乳化できるという方法を我々作り上げました。で従来は界面活性剤でやってたんですけども、どうしても界面活性剤と限界があるもんですから、それをなんか乗り越えようっていうんで、そのもっと浸水性のナノ粒子という新しいものを我々作り上げまして、それはあの別に特別な化合物じゃないんですけれども、従来使われているようなものをうまく微粒子化して、そして乳化するという方法です。界面活性剤の乳化っていうのは昔からあのそれこそ古代エジプト時代から石鹸って言われてですね、その脂肪酸をあのアルカリで処理すると石鹸ができますよって言って、それこそ長いこと世界中に使われてたんです。ところが人工的に作ったもんですから、自然界に分解する微生物がいないから環境汚染いっぱい出てきたわけですね。でそれらを乗り越えるためにはどうしても分子じゃなくてナノ粒子という微粒子を使って乳化しようというふうに我々が気がつきまして、そしてこの三層乳化法という方法を作り上げたわけです。神奈川大学のオリジナルの研究として進めていました。それでいろいろな中の企業にを協力を得てですね、それを世の中に従来できなかったようなものをできるだけいい製品を作りたいというんで、その乳化っていうのが単なるそのお題目だけじゃなくて実用化もできるんだよっていう意味で、あの軽用品や何かをたくさんこういうのを作りましてですね、クラウドブルーという6種類ものを作り上げることにできました。一番の特徴はあのワセリンも入れたようなものが特徴です。でだいぶ使っていただくとですね、保湿性が極めていいと。で従来のものに比べるとその肌にですね馴染みがいいということですね。大学でもですね交渉品として外部に対してもこの三層乳化を使われているということで、ほっとしたところです。我々が作ったやり方っていうのは、その柔らかい浸水性のナノ粒子というのはデンプンとか寒天とかそういうようなものを微粒子化して捨てるもんですから、その害になるということはまず考えられないんですね。でそれがいろんな油に対して乳化ができるもんですから、できるだけ広く使っていただくことを期待しています。